濃厚なインタビューでしたね。でしたね。浅田選手まだまだ攻めるというなんかこう才能じゃなくてやっぱりこう努力がこうしてんのかなって感じしますね。そうですね。で、VTR の中でも理想のプログラムっていうものがあったんですけれども、はいね、今シーズンの浅田真央選手の得点がこちらも出てます ね。 どうでしょうか、柳沼さん。いやいや、これまだ完成されていないので、はい、さらに伸びていくと思うんですよ ね。 そうですね。でやっぱり今シーズン進化してきたっていうのは、うん、その筋力アップを図るためにトレーニングをしてきたのがやはりこの難しい難易度の高いジャンプを飛んで、はい、あれだけこう難解なプログラムを滑るための体を作ってきたっていうことが今につながってるんじゃないかなと思うんですよね。はい、レベルの上がった浅田選手を早く見たいですよね。そうですね。はい、で今シーズン浅田選手と一緒にタッグを組んでいるのが唐澤コーチなんですが、はい、ここでコーチの存在についてちょっと注目してみたいと思います。こちらが浅田選手、安藤美希選手、中野ゆかり選手のそれぞれのコーチなんですが、まずは唐澤コーチ、国分さんどんな印象をお持ちですか？そうですね、毛皮の似合うマダムっていうイメージですけれども確かに。もうどういうコーチになるんですか？いやもう本当に素晴らしい、私はすごいアイデアマンなんじゃないかなと思うんですよね。はいはい、でもう本当にいろんな頭の中にアイデアの宝庫があって、やっぱりその表現の世界があの頭にもう何万と何十万と、こういろいろあるんじゃないかなっていうのを感じますよね。手振りで教えてる感じが伝わってきますもんね。そうですね。その唐澤コーチなんですが、現在の浅田真央選手どう見ているのか伺ってみました。Ее выразительные средства стали гораздо богаче. Она очень хорошо чувствует и передает музыку. Кетчфрейзу, мамочка, ちゃんにつけるとするとどんなキャッチフレーズを？Преодолеть. Я не буду расшифровывать. この乗り越えろって言った後のあの笑顔ってなんかね、ありそうな感じしますけども、なんでしょうね。全日本フィギュアでもなんかヒントがあるんでしょうかね。そうですね、はい、さあそして安藤美希選手の、指導をしているモロゾフコーチなんですが、はい、どうですか、ここで。そうですね、演技を見てる時にこう顔を斜めになりながら真剣に選手を見ているというイメージがあるんですけども、どんなコーチでしょうか。そうですね、まあ、一緒に選手と一緒にこう曲に張り込んで見ているっていうのが印象的なんですけれども、はいはい、やっぱりこう勝つためのプログラミングがすごくうまいんじゃないかな。でその選手の持っているカラーをうまく出しながら、どうやったらこの選手が世界で勝っていけるだろうかということを常に考えている、まあ、それがうまい、まあ、唐澤コーチのもとにももともといましたので、そういった意味ではスタッフとしてはお互いに今ライバル関係みたいになってますけどね、まあ、すごくうまい振付師でありコーチであり、まだ若いんですよね。そうですね、33歳、はい、ね、そのモロゾフコーチのことを安藤美希選手はこう見ています。聞いてみました。信頼してくれる、何をしてても、試合でボロボロやっても練習でぐちゃぐちゃってなっても最終的に信じてくれるから、信じれる。すごいですよね、こう演技後のちゃんとケアもしているっていうところはやっぱり素晴らしいコーチだなと思いますね。信頼関係あるんでしょうね、そして最後は日本代表の佐藤信夫コーチです。はい、もうどこで会ってもこんにちはって言ってくれるんですよ本当にいい方だなっていう印象なんですけれども。そうですね、はい、佐藤コーチ本当に優しいイメージがあるんですけども、どんなコーチでしょうか？いや、もうやはり厳しいところはもうバシッと厳しく言う先生だと思いますよ。やはり小さい時から同じリンクで見ているので、はいはい、ただやはりその選手によって一枚一枚やはりこう薄い皮を重ねていくように一つ一つ選手に教えていくので、そういった意味ではその本当にベーシックなところを必ずきっちり教えていく、でその上にどんどん技を乗せていくことがうまい選手で、あと戦略的にも試合でどうやって選手を引っ張ったらいいかとか、そういうこともうまいですよね。その佐藤信夫コーチのことを中野ゆかり選手こう見ています。とにかくやっぱり先生自体がいろいろ研究して選手のためを思ってって言って常にそうやって考えてくれてるっていうのが分かるので、目に見えて分かるので、それがすごく自分にとって嬉しいですし、もう先生の言うことは絶対と思って信じています。この信頼度はやっぱすごいですよね。はい、まあ選手とコーチとの関係というのはリンクに入っていくときに何か喋ったりとか、はい、戻ってきたときに何か喋ってる、そこら辺を見るとまた面白いかもしれないですね。そうですね、もう女子も本当に楽しみなんですが、はい、今シーズンは男子も熱いですからね。